はい、でです。今回はドラフト1位竹内、生涯西武確定かということで、今回はですね、ドラフト1位の竹内投手について話していきたいと思います。最後までご覧ください。それではドラフト1位竹内が入寮ということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。西武のドラフト1位竹内夏樹投手が7日、埼玉所沢市の若井治療に入寮した。即戦力左腕がスーツのポケットからそっと取り出したのは1枚のやや古ぼけた小さなカード。同じ背番号21で球団の大先輩でもある東尾治氏のベースボールカードだった。そこには西鉄当時の若々しいものと太平洋クラブ時代の投球フォームの写真が。出身地の福岡北九州市は西鉄時代からのライオンズファンが多い土地柄、帰省した際知人にお前に託すと渡されたものだという。自分が背番号21ということでいただいたんですけれど、本当に東尾さんのようになってほしいという気持ちでいただきましたと神妙な表情を浮かべた。年末年始は北九州市の実家に帰省していたが、練習は欠かさなかった。初詣のおみくじは大吉、大吉を引いたのでこれに乗っていければと思います。怪我なく1年間乗り切って開幕ローテーションを狙っていきたいです。通算251勝のレジェンドへ追いつくべく新21番の戦いがスタートしたということでですね、竹内投手がね、入寮をしまして、東尾さんのようになりたいということを、カードをね手に持ちながら話したということになりますということなんですけれども、竹内投手についてね今回は話していくんですが、まずはね竹内投手、どういうピッチャーなのかっていうところをおさらいしていきたいと思います。まずは簡単なプロフィールからです。2001年7月21日生まれ、福岡県出身、身長185センチ、体重90キロ、左投げ左打ちピッチャー。2023年ドラフト1位の選手ということです。続いてはねトートリーグでの通算成績見ていきましょう。36試合に登板して防御率 1.58、14勝7敗、 199.2イニング、162奪三振、有四球が48個、奪三振率は 7.30 という成績でした。国学院大学に所属をしておりまして、トート大学リーグで、ずっとプレーをしていたということになります。で、2022年の秋には MVP、 そして昨年の秋にはベスト9ということでね、本当にね4年間で素晴らしい成績っていうのを残しております。4年間での防御率が 1.58 ということで、結構ねやっぱトートリーグっていうのは、レベルが高いというふうに言われていますけれども、その中でもしっかりと結果を残しているということなんですよね。三振もね、奪三振率も7点台でそれなりに取れますし、四球も2点台ということでね、非常に完成度が高いピッチャーということになっております。左ピッチャーということではあるんですが、最速球速も153キロ出ますし、まっすぐはね、ショートアームから投げ出されるということで、結構フォーム的にはそんなにね速そうなフォームではないんだけれども、それでも結構やっぱり速いっていうことなので、球速以上の威力をバッターは感じるっていうのが、スカウト評価ということになっております。で、球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームということで、球速も出るし、それなりにコントロールもあるし、球種も結構揃っているということで、本当にね、何でも揃っているピッチャーということなんですよね。そういったところもあって、今回のドラフトでは3球団競合で、一番の目玉選手になりました。で、3球団競合して、もちろんライオンズもね、指名をしたということなんですけれども、くじ引きで見事交渉権を獲得しまして、ライオンズに入団することが決まったということになっております。で、そんな竹内投手がね、入寮したということなんですけれども、やはりね即戦力のピッチャーとして、期待をしている方が多いんじゃないかなというふうに思うし、GM もね本当に即戦力として考えているということを言っておりました。で、竹内投手はやっぱり先発ピッチャー、左の先発っていうところのポジションになってくるとは思うんですけれども、ライオンズは比較的やっぱ先発ピッチャーっていうのが他球団に比べると揃っているんですよね。本当に優秀なピッチャーっていうのが、数人揃っているっていうのがありますので、おそらくローテーションに入ることができても、6番手以降あるいは5番手以降とこになってくるのかなと思います。ただね、やはりもう能力的には1軍でもねそれなりに通用する力っていうのはありますので、今シーズンもね当然1回は絶対1軍に登板することにはなるんじゃないかなというふうには思います。もちろんね1年目から2桁勝利っていうところ、あとは新人王ってところが取れたら、一番いいとは思うんですけれども、ただまだねプロ野球選手生活長いですから、しっかりとね体作りっていうところをやっていってほしいですし、ライオンズ特にね先発揃っているので、無理やり竹内投手をねそんな毎回毎回投げさせる必要もないのかなっていうふうに思うので、今シーズンは10試合から15試合ぐらい投げて、5勝ぐらいしてくれたら御の字なのかなっていうふうに僕は思っております。で、2年目以降からねしっかりとローテーションに定着をしていって、ステップアップをしていってほしいなっていうふうに思っております。で、やっぱり将来的には、ライオンズのレジェンドへっていうところで、東尾さんのようになりたいってことをね、本人も言っていたと思うんですけれども、本人もやっぱ40歳を超えるまでね、プロとしてやりたいっていうふうに、思っているみたいですし、ちょっと北九州出身ということなんで、ソフトバンクファンではあるみたいなんですが、やはりね、ライオンズのレジェンドに
なりたい、まあ、東尾さんのようになりたいっていう風に言ってくれておりますので、まあ、ぜひね、ソフトバンク感度はあると思いますが、生涯セーブで、ライオンズの大エースに、なっていってほしいなという風に思います。まあ、本当に今年のルーキーでは、まあ、当然ドラフト1位なので、一番の注目選手と言っても過言ではないと思います。まあ、今シーズン1軍でね、どれだけのピッチングを見せてくれるのか、竹内投手に注目して見ていきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。